タイガーファンディング新しい未来をつかみ取れおそらくまあ最先端の研究だというふうに仮定すると東大でやったらいいんじゃないですかその松本さん東京大学出られてちょっと院行かれてるとか行かれてないとか知らないですけど東京大学は ちょっと人間関係が複雑な状態になっていて、それは松本さんの人間関係が複雑になってしまってこじれてしまってるっていうこと。そう、ね、ちょっとその辺がどどういう風にやってるかわからない。ちょっと教授からメールが返ってこない状態なんで、すよ電話したらいいじゃないですか。電話。あのもしくは一徳さんから電話してもらうとか、それが可能であればしたいところなんですけど。なのでなんかそのお金を出してほしい。 思思っっっててていいるる人の説明に僕はなってないと思っているんですねどういう事業でどういう仕組みでどういうお金のマネタイズポイントがあってどうなりますっていう気象、まあ、転結も今ないと考えると、まあ、大学行ったらいいのかなってなんかこう素朴に思ってしまったんですけど大学へ行ってもダメだったもでこっちまで行きたい人間関係こ,こじれてダメだったからこっち来たってことなんですは 大学以外でありますかね。株式会社ピナイ,インターナショナル代表茂木哲也会社経営21年 IT 系を中心に4社を立ち上げ3社を M&A し売却日本初のフィリピン人専門家事代行サービスを運営事業拡大は止まらない外国籍人材で未来を変える連続起業家のトラが志願者のマネジメントに切り込む大学以外でありますかねどっか持ってけそうなところ。 今多分あのお二方がしゃべられてることと多分虎側が理解できてることの間にはかなりの溝がまだあると思うんですねこの間に多分もう一ステップ必要かなって思っていて、はい、えとお二方のお話をさら、えー、に「もうそれは面白いね」と「なるほどこういうことだよねこれは研究する価値あるね」っていうところまでちゃんと理解してくれるどなたかなのか研究機関なのかがいて。 でその方たちとある程度こう進めてプロトタイプみたいなのができたところでこれを本格的に例えば商品化するとかいう時に「いやあと2億必要なんです」ってところまでいくと多分まさにこういう投資家が出てくる出番なのかなとは思うんですけれどもおそらくお二方の頭の中を理解するのに 1>, 1日や2日では難しいかもしれないの東京大学の先生に。 この研究にについて聞きに行くと例えば名前を言ってしまうと古澤明先生に関して言えばこういう質問をすると守備範囲外と返っていきます。んから誰か、えー、他にノーベル物理学賞の梶田先生にも気に入ったんですが、うん、ご連絡ありがとうございます。 理,理論の研究をされるな,ならばいいと思いますが松本さんの研究に関する専門の知識は全くございませんなどといった答えが返ってきました物理学の権威の方が、えっと、専門外と答えてしまうようよななものなんですかそうみたいなのでずっと研究しているんです。 その量子力学の権威の方にはお話してないってことです、ね。量子力学の権威の方がその古澤明先生。守備範囲外というそ、その方が守備範囲外って言われるんです。それが五年くらい前の話になります。 おそらくなんですけど株式会社ティズインベストメント会長竹野内幸宏リラクゼーションサロンリラクルを創業わずか7年で直営600店舗まで拡大し飲食店 EC サイトセラピストマッチングアプリホググなどあまたの事業をたった2年で立ち上げるリラクゼーションの虎は癒しの力でタイガーファンディングの流れをどう変えるのかここの人たちが理解させれなかったら。 物にななっった時も売れないですやっぱりだって圧倒的多数の人たちが僕たちのレベルですよ大体その人たちに商品説説明明すすするるととどうううやって説明しますかっててしまかいうとこあると思うんですよね、まあ、商品になってしまえばもしかしたら簡単なものになるのかもしれないけれどもおそらく今の段階で聞いてるとあのその以前のですね例えば企業に説明しに行くとかこれがすごくいいからあの一緒に研究しようよっていうふうにこう集める時ですら多分人が集まらないと思います。 それはやっぱり自分たちが噛み砕いて、それを分かりやすく説明する能力も必要だと思うんですよ。なので、研究ができたから成功するわけでもないし、それこそ名プレイヤーがね、名コーチになるわけでもないしとか、っていうのと同じで、おそらく大谷すごく研究熱心で、あの、頭もいいと思うんですけど、それを伝える能力も同時に今から磨かれたらどうかなっていうふうに思いますね。そうするとね、全然違ってきますよ。そ,それ、それは分かりますねそ。そうです。だからもういろんな方ともっと話して、 喋って、自分たちの研究こんなことしてるんだっていうように発表して、それに対して多分2チャンネルでもいろいろ返してくれるじゃないですか、コミュニケーション。はい、それを聞いて、あ、みんなこんな風に考えるんだ。じゃあもっとわかりやすく説明しようっていう練習を2チャンネルとか今 SNS っていっぱいあるじゃないですか。はい、そこでいろんなところで発信して、いろんな人と会話すると、多分コミュニケーション能力がもうちょっとつくと思います。はい。うん そうされるといいんじゃないかなと僕は思うんですがなんか結論みたいな話しちゃいましたけどいかがですか、うん、まあ確かに分かんないですけどこれだけの能力を持ってらっしゃる方にコミュニケーション能力を求める我々っていうか僕も間違ってるのかなとも思いながらね、うん、でも物理学のね例えば発表されてる方とかはコミュニケーション能力を持たれてますよやっぱりそのね登壇されて説明されてねで僕らには分からないかもしれないけどもある一定の人にやっぱり分かる会話をされますけれどもお二人の会話はおそらくですけど ある専門家の人ですら理解できないんじゃないかなっていう状態になってると思うんですよ。なので、練習は絶対に必要ですよ、やっぱり。これからも。この研究以外でもですね、いろんなことで、やっぱりコミュニケーション、コミュニケーション能力って役立つんで、そこの練習されてから、ぜひまた再チャレンジっていうのは何年先かわかんないですけども、もう一度されてもいいんじゃないかなって気しますね。私はちょっと、実は意見違ってまして、僕、松本さんもこのままでいいんじゃないかと思ってます。だから僕らじゃもう理解できない天才。 なんですよ。で、そんな松本さんにコミュ力とか、僕はいらないと思う。その代わり、加藤一徳さんが、まあ、もしくは、その。他の人か外部のコンサルかわからないですけど。ちゃんと、その松本さんの通訳をしてくれる人。そういう人、まあ、加藤一徳さんなのか、誰か別の人なのか。というのを。ご準備されるのが、僕は。お勧めします。じゃ、加藤一徳さん、何かありますでしょうか。まあ、はっきり申し上げて。 ちょっと理解力の乏しい部分ももあるもんですから加藤さんが松本さんの言ってることを理解するのも多少難しい時があるとあるのもありますあのそ,それはそうだと思うんですよ天才の周りにはまあ天才しか集まらないかもしれないけどそれは理解できないと思いますよやっぱり自分でで発信すするべきじゃないですかね <laughs> <laughs> 自分でやっぱりコミュニケーション能力を持つと全然変わると思いますよ この年齢になってからそれってできるものなんでしょうかいや人と接すればいいと思うんですよ多分おそらくあんまり人と接してないですよねそうですただそれだけですよ一年でもあの SNS でいいんですよ会話することですよ自分が発信ばっかりするんじゃなくって相手の意見を聞いたものに対して返してっていうことをずっとやってると多分頭がいいので多分できるはずなんですけどねそうなると研究者としての能力がひょっとしたら落ちるかもしれないですね、うんうん そんなことはないと思いますよじゃああのちょっと時間をかけて北川社長にもっと深いことを説明していただいて北川社長が横に座って再チャレンジするあ面白い <laughs> <laughs> で北川社長のチャンネルで発信し続けるんですよなるほど物語はいよいよ最終局面しかしいまだビジネスの全貌が見えない怪しい空気感漂うタイガーファンディング 空による最後の審判が下される量子力学どうこうって言われてもまあみんな分からないじゃないですか、はい、なので実際に体験をさせるっていうなのでドんピシャで頭にきてあのもう心地いいっていうものじゃなくても確かにこの音楽って気持ちいいよね心地いいよねっていう音楽がお試しで陽子さんから聴けるようになる日がいつになるかって知りたいんです。 それは2040年より前だと思っていますっていうことになると、うん、厳しそうですね要するにプロトタイプができたら聞いてみてよかったら出す,出すかもしれないよって話をしてるそ,それがその日本が先かアメリカが先か中国が先かだと。いやそういうことではなくて2040年というのは今から30年近く先の話じゃないですか。 今 2010… 21年あっだからあと20年ぐらいか今北川社長がおっしゃってるのは完成形じゃなくてもいいからプロトタイプでいいからそれがいつできるかっていうのを尋ねてるわけじゃないですかお金使わずにそうだからお金を結果、えっと、松本さんはプロトタイプにもお金がかかるのかどうかを答えてくださいじゃかかるね人件費の問題がまだある設備費とか 東大生くらいを雇おうと思っています。僕が東大卒なので。何人でどれくらい必要なんですか。それは二名ぐらいです。そうですね。このこの一億を使うと、えっと、な何が出来上がるんですか。これ、あの一億じゃないですか。一億百六十万でしたっけ。いや、北川さん、ごめんなさい。北川さんがさっきから質問されてることって。で、彼の答えって、二千四十五年とか言ってるじゃないですか。でも、ここに。ね。 あの3年目から事業実現して完済して利益を還元しますと書いてあるてとそうですよねなのでプロトタイプが3年以内にできてるっていう事業プランにはなってると思うんですね、はい、この書面上というか紙の上ではなのでどうなのかなって思ったんですけどね、まあ、そこの数字次第では検討の余地があるのかなって僕は思ってたんですねはいさまざまな研究機関において2040年くらいに量子コンピューターの時代になってくるという データがあるので日本でも先行的に投資をすればこれくらいになるのではないかという見積もり方は一つの考え方かもしれない、うん、答えになってないですね、あのもう一回言いますよ、松本さん。はい、ここの投資のところに初めから2年くらいは消費のみだが3年目から事業を実現して完済して利益を還元しますと書いてありますよね。はい、ということは、 この1億飛んで160万というお金を今日いただければここにあなた方はこれ約束するわけですよねさっきからずっと松本さんは2040年という言葉を出しているわけですよ虎は今みんなじゃあ2040年まで待たなければいけないのかと思ってますよでもここには3年後にはって書いてあるじゃないかっていうこれ加藤さんあの代弁していただけませんかあの 投資ありきでお話ししますと研究材料であるとかあの研究費の部分を大部分占めるんですけれども加速度的に拓郎の研究しているあの量子コンピューターと人工知能の方はあのできてますから問題はないんですけれどもそれを 接続してあの商品化するということが2年のスもうスパンで考えてはいるんですけどですから簡単に言えばここで1億のお金が出れば彼が2040年って言ってるものが2年でできるという結論でいいですかそうします。 松本さん違違違ううううなら多多分分っって言った方がいいとと思思んんす多分僕松松本本ささの意見は2040年にシングラリティが来るっていう話を多分ずっとしてて、はい、23年ぐらいでプロトタイプ何だかしらの工業製品ができるんじゃないかって言ってるのが隣の人の意見なんですよ、はい、そのリスクマネジメントをするとそういうことになる<の>リスクマネジメントをすると2040年とか2045年とかそういった数値が出てくるんですけど どうも2年後にできるものと20年後、2040年にできるものは全然違ったものな気がして,て仮。仮にそのタイムマシンという、そういうような概念というものがあるとするならば、そのタイムマシンはすでにナマズみたいなもので近くにいっぱいあったりするわけですよ。だからそれかなんかをそのうまく解いてるのが今の現段階っていうことで、そこを押して、押したり引いたりしながら、僕は解いてるって言ってるんですけど、 だからまた分かからなななくなっちゃうんじゃうじいか <laughs> 要するにですね、まあ、あと20年ぐらいでまあ量子力学を利用した人工知能でいろんなことができるようになってるっていうふうな見込みはあるとでそこまで自分は研究したくていろんなものを出していきたいんだけどもあえてここでお金を持ってくるために引っ張るためにはこのプランで2年後っていうふうに書,く書かざるを得なくて誰かがそのこの絵を描いたんですよね多分おそらく加藤さんですよね。そうですねだから松本さんんはそう思われてないでですよで 加藤さんんがこの事業計画を作ったとそんなイメージでいいで、ね、です、ね、ですよねそうは,いではえー、と最終決断に入る前にですね恒例に従いまして今回の希望金額は非常に大きい金額で1億飛んで160万円という金額ですけれども、えー、現時点でこれを全額自分で出してもいいという方がいらっしゃいましたらご表明いただきたいですけどはい、えー、ではいらっしゃらないようなので、えー、最終決断に入ってまいります。 竹社長お願いします、はいまあ、結論から言うとナッシングであの余計なお世話かもしれないけれどもコミュニケーション能力はすごい大事ですからあの勉強するとまた世界が変わるんであの少しずつ勉強されるといいと思いますはいもう全然変わりますよ、はいはい、そこからまたチャレンジしてほしいですね、はいはい、頑張ってくださいはい六川社長はい、えー、私もナッシングでで、えーまあ、理由としましては優先順位が違ったのかなって僕は思うんですねあの説明する力とか えっと未来がどうなっていくとか、もっと大衆にわかりやすく組み込んでからもう一回チャレンジやれることっていっぱいあると思うので、まずそこからこう前向きにやっていただければいいと思います。はい、以上です。元、えー、木さん。はい、ナッシングです。はい。そうですね。あのー、まあ開発研究するにあたっても多分たくさんの方と一緒にやっていく必要が。 あるんだろうなと思いますのでその意味でも、まあ、竹之内社長のおっしゃってたコミュニケーションができないと多分仲間が広がっていかないと思いますのでそこは是非考えていただければなと思いますはい牧田社長ラッシングであの松本さんすごい僕天才だと思うんでもったいないですよ松本さんの通訳を見つけるか、まあ、もしくはですね、まあ、頭下げていろんなとこ回って大学なりどっかの機関なり入って予算のことなんか気にしないで好きな研究を 好きなだけ伸び伸びやるみたいなのがですね。いいんじゃないかなと思います。頑張ってください。はい。では最後に北川社長、あのまあ、自分も理系だって言ったんですけど、研究職にあのつくのが将来の夢だったんですね。で、そういったこともあって、ある程度は理系の中ではコミュニケーション能力を身につけた方なんですけど、そうすればするほど。やっぱりちょっと研究者って研究者ってやっぱりあの1点集中で。あの。 物事を見ていかないといけないので、多分いろんな人と話せば話すほど平均化していくと思うので。なので研究者として活躍されるんだったらはい。牧田社長も言われる通り、あの研究に没頭できる環境を早く作られたらいいかなって思ってます。応援したいなって思ったんですけど、あの今日の説明はちょっとあまりにもちょっとビジネスともつながらず、投資にはならなかったんではい。すみません。ラッシングです。はい、はいえー、この段階で残念ながらあなた方の希望金額に達しませんでしたので。 今回はナッシングですお疲れ様でした己の野望を胸に虎へと食らいつく男たちの挑戦は残念ながらナッシングで終幕前代未聞の提案内容ゆえに厳しい戦いを強いられたが終盤戦では徐々に虎の興味関心を引き出し始めていた男たちの研究が世の中に変革をもたらすことを期待して タイガーファンディングは次なる志願者を待つ。